すいませんお待たせしましたあとちょっと20分ぐらいだけ配信しますすごいこの配信中で2本も飲んでる水飲みまくり。 私が一番投稿できないの、TikTok、しよう、TikTok、てかさ TikTok さなんか音源めっちゃ使えなくなってて悲しかったな自分の投稿したやつの音消されてて AKB の楽曲も TikTok ダメになっちゃったしね ぴったんうんえ待ってまー、あ、ちゃんがお疲れいっぱいくれてるありがとうまー、あ、ちゃんん待ってお疲れがお疲れ祭りだよまー、あ、ちゃんが。 めちゃくちゃお疲れくれてるんだけど嫌だ嬉しい待って「お疲れタワー」じゃない素敵な旅を一緒にさせてくれてありがとうカテコで目が合った気がして嬉しかったってもううしい目が合った気がしたじゃないよあの3回ぐらい見つけたもん めちゃ見つけてたどこの席か言えるこっちとこっちとあっちありがとうちょっとお礼させてください ドアステラ王国に来てくれてありがとううんうんリースのムー顔うん日に日にムーが強くなるリースのムーうんうん、うん、ありがとうおばあちゃん うんうん。ありがとう。嬉しい。ありがとう。すでにリーズ不足ですって。 嬉しいあなんかちゃんと話してない気がする私舞台の話話したっけもうコンサートの話もできてないし舞台の話もできないもうそんなもつ鍋の話してる時間じゃなかったねどんだけもつ鍋と叙叙咽弁当について今日の夜ご飯について私はどれだけショールームで真剣に話してたんだ その前にコンサートと舞台の話しな <laughs> ごめんなさいする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 言っていっつも違う自分のご飯の話しちゃうからさ「また改めてします」とか言って「いつすんの?」ってごめんなさい2時間ももつ鍋の話してたよ私締めの話をずっとしてた。 コミのののの役へのこだわわりがが演技から伝わってきててその姿を見ているのがすごく楽しかった嬉しいあでも今回は本当に役者さんたちがみんな一人一人自分のキャラクターについてすごい考えてリーズはリーズもだしアレンくんもだしベアトリスもだし自分たちでめちゃくちゃミザンスというか演技芝居。 作りましたノエルとのシーンもアレンくんとの絡みもで分かりやすく言うとあのー、リーズがオールインワンっていう聖女オールインワンっていうすごいギフトを持ってて人の傷を治せたりとかするんだけどでこの国に5人しかいないうちの1人ですごい。 このギフトが欲しいがために戦争が国で起きちゃうぐらいのギフトなのにそのギフトをあの原作とかでは何度も使われてるんだけど舞台では一回も使われてなくてそうで私的にその漫画ではそのベアトリスと 距離が遠かったからベアトリスを直すっていうことができずにアレンくんが気づいたら直してくれてるんだけど始まりがでも舞台は私がベアトリスしっかりしてくださいって言って近寄ってるのに直さないって絶対おかしいと思うみたいなでベアトリスは知らないんですよリーズの力を実は聖女なのかなって思ってるぐらい原作でもで でリーズこんなにベアトリスしっかりしてくださいって近寄ってるのに傷を治さないのは絶対に治すと思うリーザだったらってそのベアトリスとか周りにバレてもいいから自分が聖女ってことをそんなことよりも絶対ベアトリスを守ろうとすると思うってでも台本ではアレン君が治してるからで私が治す治そうとしたら それにアレン君が気づいて自分が直すよって遮ってくれたっていうのにしたいですって提案して本当はあそこなかったの勝手にあの「ベアトリスしっかりしてください!」って言ってベアトリスにリーズがこうやってまあの自分のギフトをこうやってやろうとしてるだけど本当はなかったんだけど。 演出家さんにお願いしダーレン君にもリーズがこう直そうとしているところを見て気づいてあの自分がやるからその力使わなくていいよって本当は外で使っちゃいけない力だからバレちゃいけない自分がオールインワン聖書ってことを命狙われちゃうから。 でそういうシーンにしようってなったりとかあと結構あるんだよなあとなんだっけみんなで話し合って決めたのあそうなんかナディアが高齢祭行くときに本当は漫画だったら じゃあ行くであります!」とか言って強引にベアトリスを引っ張っていく描写があってで強引にベアトリス引っ張られてベアトリスが「リーザ様!」みたいな感じの描写があるんだけど舞台ではそれがなかったしまあ段差だから危ないからできないっていうのもあるんだけどそのまま普通に行くナディアに「行くであります!」って言われて行くっていうやつだったんだけど。 ベアトリス的にもそのベアトリスを演じたストーン・マーサさんもいや多分リーズを置いてベアトリスは高齢祭に行かないと思うっていうしかもリーズが「い,いえすみませんが私はここで見ているとします」あまり体調もよくありませんしっていう、まあ、それは建て前というか嘘だけどあまり体調もよくありませんしって言ってる主を置いて見に行くわけないよねってなって。 絶対にベアトリスはリーズ様のそばにいたいと思うってなってたんだけどじゃあ私があのベアトリスが「いや」って私に駆け寄ってきてもらって私が「いやせっかくですから」ってそのベアトリスを「楽しんできてください」って押しますねって。 アトリスとアレ,ン君アレン君もきっとそんな体調悪い子をほっっとととこうとは思わないいじゃんきっと体調悪いリーズのそばに二人ともいたいって思ってくれるけどリーズがあの「せっかくですから楽しんできてください」ってこうやって押したらあリーズは行ってきてほしいんだなっていう気持ちをくめる二人だからっていうのを。 アレン君とベアトリスと作ったりとかうんアレンくんってか結構本当に吉田さんとかの演出って動き全くつかないんですよなんか演出家さんによって本当にそれぞれで。 動きをもう緻密にめちゃくちゃゃくつけてどういうここは感情でどういうこのセリフの意味でとかを全部教えてくれる演出家さんもいれば吉田さんみたいに本当に象徴的なアドバイスもっと可愛くしてとかリーズは14歳だからもっとなんか守ってあげたくなるヒロインになってほしいとか。 のタイプとで今回はやっぱりそのリーズとしての役作りというかどういうなんか何歳でとかそういうのあったけど動きの指定とか全くなかったから。 もうアレンくんとベアトリスとほぼ全部自分たちで決めて懸案してどう思いますかみたいなやりましただからでもそれもすごい勉強になったしでなんかノエルとのシーンリーズにとってノエルは唯一のお友達だし アレン君はずっと小さい時から好きな男の子だから王女としての強要はあるけどアレン君の前でだけ見せる顔とノエルの前でだけ見せる顔きっとノエルの前でだけは14歳の普通の女の子に戻れる感覚があるのかなと思ってとか私的一番やりやすかったのは。 ノエルとのシーンノエルが隣にいるシーンは本当に全部やりやすかったシンも全振りできた14歳の女の子っていうのにとかリーズの可愛らしさになんかめっちゃ演出家さんとかプロデューサーさんとかに。 なんかリーズは14歳だしもうとにかく可愛くしてほしいとかもう子供でもうぐいぐい積極的に言ってほしいみたいなっていう要望ででも私の中ででもお姫様で小さい時から友達ができないってぐらいのきっとそれは習い事とかがいっぱいだったし。 周りからも王女様として扱われてきたからなんだろうなっていうそんな子が王女として小さい時から育てられてきた教養のある子がそんなに子供っぽいかっていう疑問が私の中でずっとあってだから私は結構最初は何かもう。 本当に共有共用があるピーンって感じの女の子をやってたんだけどでもそれ二十歳に見えるってなって <laughs> しかもなんか強いなんか自分一人で生きていけそうみたいな守ってあげたくなりはしないリーズは守られるヒロインだからってなってあじゃあなんかその 子供らしさとか14歳だからとかじゃなくて王女様としてお姫様として生きてきたから純粋に。とかすれてないんだなっていう認識になってすれてなかったら多分すぐ顔に出ちゃったりとかで。 漫画ではおじさまがリーズは無鉄砲なところもあるリーズはいい子だけど無鉄砲なところもあるから心配なんだっていうのをアレンくんに言っててで無鉄砲って調べたらなんかあと先考えずにグイグイいっちゃうみたいな。だてらかすごい正義感が強くて自分の気持ちにまっすぐでで擦れてない。 っていうのを考えた先の生まれたのがあのリーズでした <laughs> あとなんか「ムー」ってなんやねんって思ったんだけど台本読みながら「ムー」って何って思ってたら私漫画のリーズは「ムー」なんてしないの漫画のリーズがめちゃくちゃ大人なんだよね結構なんかアレン君が 公職権に追放されたって言われた時もなんか「元婚約者として私にできることはありますか?」って聞くぐらい真剣にもう元婚約者っていうのを飲み込んで「それでも私にできることはありますか力になります」っていうぐらい大人なんだけど舞台ではなんか。 ごめんなさいアレン君私がアレン君は出来損ないなんかじゃないってもっとちゃんとみんなに伝えてればみたいなそして小説読んだら小説は舞台の方だったの小説は謝ってて「ごめんなさいアレン君」って私がもっとみんなを説得できてたらただから本当に舞台は小説寄りで で小説のリーズがムーめっちゃしててなんかムーとムーと口を尖らせるリーズその分かりやすい顔の表情にアレンもくすっと笑みがこぼれたみたいなだからなんか最初漫画と舞台の差にめっちゃ悩んだんですけど でも原作あの小説を読んでああ確かにねっていう <laughs> でも楽しかったですめちゃくちゃ。 楽しかったよとっても。私ファンのみんなが何なか初めての2.5だったしなんかすごいちょっと難しいなって思うところとか舞台だからこそあのできないシーンとかもあったから。 不安がめっっちゃあったんですけど <laughs> みんななんか、まあ、とにかくリーズが可愛かったと <laughs> 喜んでくれて <laughs> よかったです <laughs>。とにかくファンの皆さんからはリーズがとても好評で <laughs> よかったしなんか。 あの漫画の原作者さんが見に来てくださってね千秋楽で。で終わったあとみんなであのごのごさ拶させていただいたんですけどなんかオープニングの時にめっちゃこうやってってる姿が見えたのあのオープニングで「ジャジャンジャジャン」の時に。 こうやってやってるのが見えたから「あっあの方が作者さんなのかな」みたいな「え泣いてくれてるのかな」みたいな「えでももしつまんなすぎてあくびだったらどうしよう」と思ってもう「えどっちなんだろう」みたいな不安すぎて「えー、えー、ええー、んー怖いなー」みたいな。 私もなんか自分が作ったやっぱちょっと漫画のリーズと小説のリーズが違くて舞台は小説寄りだったから自分の思い描いてるリーズと私は全然違うかもしれないと思ってなんかがっかりさせちゃったらどうしようとか何よりも。 正直原作者さんたちのなんかこんいつもの舞台だったら正直脚本家さんと演出家さんの思い描いたものがちゃんと演じられていたらそれってもう役者の仕事は完了してて演出家さんと脚本家さんが生み出した 役が正解だからアンパンマンを生み出した人がさアンパンマン描いてんのにさ「いやアンパンマンって中身ばいきんまんだと思うんだよね実は」みたいな感じで勝手に解釈してさアンパンマン役なのにさばいきんまんみたいなことしたらさもうそれは全然違うじゃん。アンパンマンパマっていう作り出されたものにちゃんとアンパンマンをとして生きるのが。 演者としての正解だからさ今までは脚本家さん演出家さんが思い描いてるものとかその役として言い回しとか動きとかは別だけどその役としての筋が合ってたらそれでよかったんだけど。 今回は舞台の脚本と小説の脚本小説の原作と漫画の脚本漫画の原作が全部それぞれ違う方だったからなんかで演出家さんもまた別にいたからそのなんか4人が思い描いてるリーズなのかっていうのが。 めっちゃ不安で私一番多分漫画とアニメ漫画とアニメが一緒のリースで小説と舞台が一緒のリースなのだからなんかすごい緊張してたんですけど漫画の。 あの原作者さんがもうめっちゃ泣いてくださってめっちゃ泣いて自分の描いたキャラクターたちにをすごい役者さんたちが熱量を持ってあの演じてくださってて自分が描いた役たちが板の上で生きてて本当に嬉しかったですって泣いてくれてもう何よりも嬉しかったです本当に泣いた。 それ聞いてもうその涙を見て私も泣きましたあの本当にああ無理ずに慣れててよかったーって安心しましたちょっと一応すっぴんで失礼しますって書いておこう顔がちょっといつもち ほ本当に嬉しかったです私今までとなんか結構違うところが楽しかったリーズがね最後の最後でねギフト使うんだよエンディングダンスで <laughs>「溶けた魔法が」 だからリーズが聖女として魔法をこうやって使ったからみんなあのー、仲良く最後は踊って「終わってしまった寂しさも二人一緒なら」ここ一番好き。 おじとリーズと父とリーズが2人で踊ってて後ろでマリエルとマリエルっていうかアレンくんのお父さんとお母さんが2人で踊っててでおじが死んじゃったからおじだけ一人上に登ってっちゃう「終わってしまった寂ししさも」 二人一緒ならにゃんならんか稽古でさ稽古入る前に役作りをしていったんですよ。もうなんかおじとのはじめましてのシーン。おじが こんな場所に行っておじと対面した瞬間ボロ泣きして毎憲こうおじとのシーン延々泣いてるから演出家さんになんかそれはその私がやっぱもう涙が出ちゃう理由はもう自分が死んだかもしれないと思って。 しかも救えた自分だったら救えたんですよおじがあの魔物の集団と勝ち合って私を守るために前に出てで下半身を食いちぎられちゃったんですよ魔物に。でもその傷を自分の聖女の力だったら治せたのにおじが崖の下から落ちちゃって。 直せなかったでその崖の下に落ちて落ちちゃったお父を探しても見つからなくてどう考えても魔物に下半身食いちぎられてるし崖から落ちてるから生きてるわけはないって分かってるんだけどでも遺体がないからもしかしたら。 自分と同じような力を持った人に助けてもらってるかもしれないもしかしたらおじは生きてるかもしれないっていう気持ちででそんな時噂が流れてきたんですアルフレッド様が生きてるってでアルフレッド様が生きてるっていう噂を聞いてでしかもおじ様は 自分を粗末に扱った王家に復讐するために身を隠していると。で私はおじ様を信じたいそんなわけないと。だからおじ様に会いたい。ってなってずっと探してる中で会えた時の喜びってもうすごいから毎回めっちゃなー言っちゃってたんですけど。 でももほんとにおじがまた改めて死んじゃうっていうおじの死を自分が目の前でちゃんと目の当たりにした時まで涙を我慢しないといけなくてめっちゃ口ぶる震えてたと思うわこんなって感じてた自分で。 すごい,を震えている感じをノエル原作だとリーズがね剣でこうやって剣作るのにいつも疲れて「はあ」って言ってこうやって直すシーン「あそこめっちゃやるとこったん?」。ノエルとずっと話してました。 ここのチーン大事だよねってなんでないのさってディーズがノエルのことひざまくらしてこうやって頭なでてこうやって直してあげるシーンが原作ではあるんですけど舞台ではちょっと尺が尺の問題で入んなかったえでもめっちゃやったもん マジで演出家さんとかに「え私リ,リーズ何にも力使ってないのに大々的にオールインワン!」とか言われて恥ずかしいんですけどってなんか戦争をお前の力を欲しがって国が戦争を起こすほどに言って「なんでこの子になんでそんななんかこの子何のギフトの力なの?」って絶対思われてますよとか言って。 でその後もあの「本当についてくんのか相手は龍だぞ」みたいなアキラに言われて「足手まといにならないと約束します」って言うのは自分はその傷を治せるからラとかアレンくんが流体治で傷を何か知ったとしても私が治してあげれるから足いにならならってだし実際ラとアレンくんが流体治でボロボロになったのを治してるのはリーズなんですよ。 私サラがリュウにめっちゃやられて直してるのもリーズなの。なのにそれがなんかアレン君みたいな感じになっちゃってるからま、うん、ちただの足でまとい。それも演出家さんとかに「ねリーズ足でまといすぎて恥ずかしいんですけど」とか足でまといにならないと約束します」って言った後に。 どうしてこんなところに魔物が?」って言われて「<laughs> とか言って逃げてでベアトリスに最初は抱えて逃げられるっていうところだったんだけど「走りまといにならないと約束します」って言ってそのすぐにベアトリスに「肩抱えられて走られるのマジで恥ずかしいです」とか言って「あじゃあ」とか言って「ベアトリスにちょっとリーズ様って押してもらって自力で走ろうか」はい自力で走ります」 その前もなんかそうめっちゃなんか演出家さんとかにもめっちゃ生意気だったと思うまあ姫だからみたいなまあヒロインだからヒロインってそうじゃんみたいなヒロインじゃないですリーズですヒロインとかお姫様の前にリーズはリーズなんです姫だし 広いんだだけどリーズだからこの足手まとい女って嫌われますよ舞台のリーズとか言って自分でも思うもん演じてて「もう足手まといな姫帰れよ!」って思うもんとか言ってちた演出家さんとかに「いやもう恥ずかしいです足手まといすぎてマジもう自分で思ってる帰れって。 ごめんなさいアレンくんいやいやごめんなさいじゃない何そんな自分に権限持ってると思ってんだよもうだからその後になんかすごいあの山を竜で山道を上がってるから竜の元に向かうためにでベアトリスとアレンはもう慣れてるのよそういう山道に。 でリーズはお城から出たことないぐらいの子だから全然慣れてなくて「夜夜」みたいなでそれをあのきっとベアトリスとアレンくんは助けようとするで最初は助けてもらったのでもあまりに見て足でもその瞬間に手をこうやって持ってもらってて「ねえ足でまといすぎません?」って 山道も一人で歩けない女の子が登ろうとすんだって思いませんって言って「あじゃあ分かった」ってでアレン君がこうやって手出してくれたときに「いいえ大丈夫です自分で登ります」っていう意思作っていいですかってでもねそう生まれました <laughs> あれも私とアレン君がリーズが その足手まといにならないと約束するって言った自分の意志を強く見せるのでアレン君がこうやって「おいで大丈夫?」って手出してくれるんですけど大丈夫ですっていうところ、まあ、馬車からは降ろしてもらってるけど姫だから。 でもなんかその演出家さんとかとプロかプロデューサーさんが「そのリーズは広いんだけどもう一人の主人公であってこれはリーズの成長物語だから」って言われてリーズの成長物語でもあるしリーズの友達作りの物語でもあるって言われてあそっか成長確かにね。 今までずっとお城で生きてきた子が外に出てでいろんなものに触れていろんな人たちと出会っていろんな危機に陥ってってなったら最初は弱くてもいいのかなと思ってだから最初はもう存分ベアトリスとかアレン君に助けてもらって最後王女としてあの意思表示国民に。 言った時に本当はアレン君に守ってもらうシーンだったんだけどここはリーズ自分で逃げたいですって言って自分の足で逃げてますなんか国民が自分の足で逃げてるのにリーズは最後までアレン君に守ってもらってるのってすごいなんか嫌ですってなって。 今までアレン君に守ってもらってたけど自分の足で逃げられるようになったっていう成長をあそこのシーンで,あので作りました <laughs>、うん、っていう裏話がいっぱいですもう1時間も配信してるちょっと次のリハーサルがあるのでここら辺で。 お別れしたいと思いますまた改めて夜ちょっとだけ配信しますでは13位ミュちゃん12位アリさん11位エドワード菊池さん10位バサシ9位モッティ8位ヨウさん7位レイさん6位サーちゃん5位ファニーさん4位プロちゃん3位ヒロさん2位黒1位マーちゃんですありがとう 私はこのあとリハーサルを最後のリハーサルをして帰って叙々苑弁当ともつ鍋を食べます。ありがとうまたねみんな